どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回はお知らせです。はい、これ何かわかりますか？1が4つ、11月11日はウクレレの日かと思いきやガズレレの日ということでです。もうこの企画も3回目に突入ですね。なんかとにかくお祝いをしようと、もう勝手に制定してますから、ガズレレの日ということでね。で、なんと今年2019年の11月11日はもう土平日でございます。まあでも、それ日にちでね、決めてるから曜日ではないですから、まあまあ仕方がない。ということでですね、今回は東京の錦糸町という場所にあるシルクロードカフェさんという場所で、このパーティーというか、このセレブレーションをみんなでお祝いしようということで、これはね、パーティーですから、お酒飲みながら乾杯して、ウクレレでジャンジャンやったり、いろんなこと、まあミニライブとか考えてるんですけど、みんなで一緒にできるライブとか、あとはまあ毎年恒例のこのなんかいろいろプレゼントタイムとかじゃんけんとか、まあいろいろありますね。まあ盛りだくさんで考えております。差し入れ大歓迎、食べ物の差し入れ持ってきてください。いや、飲み物はそこで、で、フードのオーダーもそこのお店でできますからね。そんなこと、情報公開、本日してますんで、ここでそのイベントページ確認しておいてください。2019年4月24日の午前10時からチケット発売。あんまり大きい会場じゃないんで、もし興味ある方早めに、お申し込みいただけるといいと思いますけれども、はい、久しぶりです、こういう緩いやつは。はい、ご都合をつく方、土平日ですけど、夜ですよ、はい、錦糸町まで遊びに来て、11月11日、ガズレレの日をお祝いしましょう、皆さんで、ありがとうございます。はい、まあ、ガズレレ、いろんなことやってますんで、このまずガズレレ .com で、ホームページでいろんな情報チェックしておいてくださいね、リンク貼っておきます。それでは、皆さん、音楽で楽しい毎日を。音楽ってやると楽しいな。ありがとうございます。さよなら、バイバイ。よろしくです。